はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。大台様、晴れクラニア様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。小西文書総務省答弁について、産経新聞アビル記者、上司の管理を経て文書が残っているなら大臣レクはあったのではないかと言っているが、部下のメモを書き換えるかは上司の権限。それを受けて元大蔵官僚高橋陽一さん、私には上司の関与と聞こえた。これは上司が文書を書き換えたことを示唆している。私も動画聞いてみたんですけれども、確かに関与って言ってました。上司の関与を経てって言ってました。一般意見です。責任の所在がレク文書を書いた作成者からその上司に移ったということか。当然総務省はその上司も特定できてるよね。だからエース官僚なのか。となれば総務省は関与前文書と関与後文書のどちらも掴んでいるはず。文書を書き換えた上司の承認喚問が必要と。さらに高橋さん、大臣レクの記録を上司が手を加えることはまれ、普通はやらないことらしい。なので上司の関与を経てに引っかかったみたいであります。原文はもうどこにも残っておらず、上司が改ざんした後の文書しかない状態なんでしょうか。まあ書き換えた元、こんなのいらねつって捨てちゃうのが普通かなって思いますけれども、私なんかは48部分中26部分が作成者不明、どうせこれの中に含まれてるんでしょうけれども、その上司が書き換えたやつね。2部分において作成経緯が特に不明、この中に含まれてるのかな。この文書が事実とも偽造とも確定せず、確定しちゃうとどっちも逮捕者出るから、うやむやのままで永遠に精査中で、バックれたい、逃げたい、ごまかしたい総務省。文書の真の作成者の上司でなくてですね、メモ起こしした部下の記憶は定かでないが、文書はあるってことはレクあったんじゃないですかって証言しか答弁してない卑怯卑劣。これ文書書き換えた上司に話聞いてそれを言うべきではなかったのか。まあ大変なんですけどね、総務省もね。この曖昧な総務省答弁で勝ち誇る小西総務省はレクがあったと答弁しました。してない可能性が高いって言ったわけ。この時点で高市大臣は虚偽答弁で辞職です。勝ち誇ってんな。一般意見、あった可能性が高いって言っただけやぞ。必死やな。捏造した人は捏造したって言わないでしょ。日本語大丈夫ですか。総務省に 100% の回答を求めてみては。総務省答弁の捏造はやめてもらえますか。可能性が高いっていうのをあったって変えるのやめてもらっていいですか。ここは不明、あそこが不明、ついでに提出者も不明なんだけど、パヨ全般に言えることなんですけれども、妄想が先行してですね、現実認識能力が低いっていうのがパヨですね。現実よりですね、こうだといいなに染まる世界。いやー、ある意味幸せな世界だな。例えば選挙に負けるとするとですね、不正があったとか言っちゃったりですね。それでも不正はねえよって言うとですね、多数の意見が正しいとは限らないとか、つべこべ抜かすっていうのがパヨの特徴ですね。小西は高市大臣を戦えれば現実なんかどうでもいいから知りませんけれども、だから可能性が高いっていうのを脳内でですね、あったって変換しちゃってんだとは思いますけれども、違う、そうじゃない。光の速さで指摘されるネットの世界では妄想先行のパヨは不向きな世界のようですね。さらに妄想小西、総理の電話を盗聴しなければ文書は書けないのではという指摘に脊髄反射で口答え。これもパヨの特徴なんですけど、何でもいいから口答えするのすぐに。黙り込むとパヨの世界では負けたって見なされちゃうんだって。これはですね、横の国のですね、政党っていう、罵り合いの文化が強く根付いているからなんですけれども、盗聴というのは内部文書の圧倒的な真実と私の質疑で追い詰められた高市大臣のたわごとですちゃっかりなんかマウント取ってますね。説明になってないぞ。だからそれ証明してよ。盗聴でないなら会話の内容なんで知ってんねん。盗聴じゃないなら会話の内容は捏造ってことになるぞ。
総務省官僚はエスパーかよ、テレパシーで人の心の声が聞こえるんでしょうか。小西が言ってるのはたわごとでは、圧倒的な真実とやらを証明してくれ。で、いつ亡命すんの。まあたわごと小西いいな、ぴったりですねこれね。たわごと小西、いつでもたわごと。総務省としては文書が事実で、機密漏洩プラス総理の電話盗聴の大醜聞とですね、文書が偽造で公務員文書偽造罪、どっちがいいんだろうね。安倍総理はですね、結局官邸に住まわなかったし、盗聴の可能性もありなんだよねこれ。小西が騒げば騒ぐほど総務省が追い詰められる構図で、今頃小西を鉄砲玉に使おうって、決めた連中は公開してるんでしょうね。これ多分ですけど何年もやんのかな。総務省がなんせ真実を出さない、隠そう隠そうとする、真実はどこまで行っても闇の中でしょうからね。ところが総務省にですね、一縷の望みというか光が見えてきました。今日の衆院本会議で高市大臣、証拠出すけど放送法の解釈に関する2015年の答弁をめぐり、官邸の影響を受けていないと証明する当時のメールや資料を提出する用意があると表明。つまりですね、これ元はですね、安倍高市が相談して、報道介入したテレビ局に圧加えたっていうのを大騒ぎしてるわけなんですけれども、そんなことしてないよって証拠を出すわよ、いうことですかね。一般意見です。まあ出るわな。ドリル優子に相談だ。小西言った。小西が議員辞職でいいだろ。なるほど、あそこまで断言できたのは確証があったからか。メールならログあるだろ。手書きメモよりよっぽど信用できるわ。メールは作成者が分かってて信憑性がある。最初から出せよ。これ総務省は一縷の望み、もともと野党とゴミ、マスは安倍高市が報道介入したで騒いでんだから、してないって証拠出されたら文書が事実だろうが捏造だろうが無意味なものになりますね。まあ事実がどうでも、高市ができればいい、野党とゴミマスはらしいでご利用しすんでしょうけどね。これ総務省にとっては助かったですよね。証拠を出してもらって、報道介入してねえよ、テレビ局に圧加えてねえよ、文書知らねえよっていうことになれば、文書が捏造か事実かっていう重要性が薄れますんでね。小西、急にたわごと小西の形勢が不利になって、小西を擁護してた足立康氏も道連れですかね。とある野生の調査員が掘ってましたけれども、足立康氏の選挙収支報告書のですね、領収書、受取人の足立康氏様がですね、同じ筆跡のがある。何枚もあるっていう、指摘してますけど、してましたけれども、メールにはログがある。これサーバーの記録ですね。これと違う内容を出したら一発でバレますね。送信者がはっきりしてるメールはですね、48分の26が作成者不明の文書よりよっぽど信頼できますよね。ぜひともですね、たわごと小西が真実にコテンパンに殴られる姿が見たいなぁと、総務省が助かっちゃうのは気に入らないですけれども、松田康政自民都議、こちらの件については本日13時からの都議会文教委員会で伊藤昌光都議が質問をしますと、こちらの文章、ボンドの公金給付申請書、お金ちょうだいっていう申請書なんですけれども、いよいよですね、時をかけるハンコが都議会デビュー都議会デビューする模様であります。これがこちら、これ真ん中がですね消されて、数字だけ後で付け加えたられたような、まあ、改ざんの日付に改ざんの痕跡がありありです。収受って書いてあるの下半分かすれて見えなくなったし、これ砂消しで削り取ってですね、真ん中をで数字だけ後でボタンと押すというテクニック。2つの囚人とも日付を改ざんした痕跡ありあり、こんな不自然にかすれるハンコですね。普通なら買い替えますよね。あーもうこれダメだな、買い替えますよね。都庁とあろうものがそんなのね買い替えるでしょ。
もちろん、ボンドプロジェクトの公金給付申請書、これの日付を改ざんしなければならないのはなぜか、期限内に提出できなかったものを期限内提出っていう風に無理やりしたんじゃねえかとの福祉保健局が、そこまでのズブズブ、なんとしてもボンドに公金をあげたいっていう強い意志を感じますね。このハンコから、この一枚の画像から、なんでそこまで、なんか弱みでも掴まれてんのか、それともキャッシュバック、バックでもあんですかっていうのが疑われる。まあボンドも住民監査通ったそうで、監査の目にさらされますから、こういうのも次々出てくんでしょうけれどもね。国会で立憲議員、牧村って言ったかな、女性議員ですね。なぜ他国と比べ難民認定が少ないんだ我が国は。斉藤法務大臣、犯罪で退去強制手続きに入ってから申請してくるやつ、他の申請者と細部まで同じ主張するやつ、同様の主張で申請を繰り返すやついて、入管が見落とす難民探して認定したくても見つけらんねえよ、んなんじゃと答弁。一般意見です。近所や知人やマフィアとトラブルで難民申請が約半分。立憲は混乱を作り出したいのか。現場の状況が生々しい。強姦犯が4回も申請を繰り返している例もある。他の申請者と最後まで同じ主張、パヨの支援団体が言わせてんだろうが、難民にならなくても普通に働けるし、外国人、医療もかかれるんだろう。なんでかんで難民認定欲しがるのはなんでなんだ。難民特権っていうのがあんでしょうかね。普通に働けない犯罪者や、なんとか理由で保険に入れない連中が何度も何度も難民申請繰り返してこうことなんでしょうかね。立憲がですね、もっと難民認定しろって言うなら反対が正解ですね。なるべくしないっていうのが正解ですね。単純かつ正確無比な法則であります。強制送還できるようになる入管法改正を急げ。ほっこりニュース。ガーシー参議懲罰委員会、全会一致で除名を決定。明日の参院本会議で決定する見込み。国会議員除名はなんと72年ぶり。私の豊島区懲罰委員会は47年ぶりの快挙でしたけれども、負けたな、これな、除名。一般意見、おめでとうございます。当然の結果、歴史に名を残したね。72年ぶりってすごいな。次は逮捕かな。こいつに投票したパーが責任取れ。48党の山本太郎が繰り上がり当選になるようなんですけれども、こいつも国会法で定められた党員の義務を果たさず、いずれ除名。生かさねえって言ってますから、立花が。黒川幹事長が繰り上がり当選。こいつも怒り役。ガーシーはただの人となり、常習脅迫容疑でパスポート失効、国際指名手配、ドバイ警察が逮捕し、日本大使館に引き渡し、日本領空に入ったところで手錠をかけられ、逮捕、起訴っていう流れになると予想いたします。現在はですね、事務局の立花、ガーシーの暴露が犯罪イコール常習脅迫であることを知りつつ、それで得た人気を利用して当選っていう、議席を増やすっていう、党益を得た共同正犯。さらにはですね、帰ってこない方がいいよ。アドバイスしたことも判明してるんで、逃亡教唆、生活費なんかを送金もしてやったんでしょう。逃亡幇助で起訴と。そういえばですね、政治家女子48に党名変えたけど、現役のおっさん議員どもはどうすんだろうね。目黒の川端さんとかね。人は右で結構気に入ってんですよ、私は。もっと他にいたな。ろくでもないやつがいっぱいな。川端さん以外はろくでもないんだよな。どうすんだろうね。政治家女子48党っていうのぼり掲げて、多分ピンクとかのおっさんがチラシ配り。なんだかあれですね。バカみたい。おっさんら、お前ら切り捨てられたんだからな。もうボロ雑巾のように捨てられたんだからな、お前ら。自覚しろよ、いう感じですかね。というわけで、日本改革とメール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらから ご登録なさってですね、日本改革とご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。